はい、どうも、しゅうです。今回ですね、タイトルのある通りで、この動画を撮影している時点で、減薬して半年がちょうど経ちました。で、その半年経った減薬の、結果というか、報告をですね、ちょっとしたいかなと思ってます。一応先に注意点なんですけど、あくまでその、うつ病経験者の減薬してどうだったかっていう話なので、その専門的にどうかっていう話ではないし、治療の状況っていうのはそれぞれ皆さんによって違うので、自分はどうかって考えるときはね、常に主治医の先生とのやり取りの中で、決めていただきたいなと思います。で、結論から言うとですね、体調に関してはですね、特に変化がないですね。変化ないっていうのはどういうことかっていうと、つまり良いということですね。私過去に減薬スタートしましたよって動画も上げてるので、その動画を見た方がですね、最近調子どうなんですかとかね、離脱症状みたいなのが起きてないんですかとか、体調悪くなってませんかっていうね、声を結構いただくことがあります。でも本当にね、減薬を始める前、ほとんどレクサプロっていう薬の 10mg を1錠、夜飲んでたんですけど、それが半錠になったんですね。要するに5mm を1錠っていう考えでいいのかな。薬の量が半分になったんですけど、特に本当に何も影響ないですね。冬になるとですね、気分が落ち込むっていうね、冬季うつの動画も上げてるんですよ。私そのタイプなんじゃないかなって自分で思ってるんですけど、その落ち込みがちょっと、気持ち大きかったかなっていう気はします。気持ちね、でもそれはね、っていう感じなんですよ。本当にその薬減らしたからなのか分かんないし、うわこれも絶対薬減らしたからドーンと落ちたわみたいな、そこまでね、そのはっきりと分かるようなものじゃなかったです。それこそ感覚で言うと、昨日最高気温15度だったけど、今日は最高気温が13度でちょっと寒くなってるんじゃないっていう、でもね、2度しか変わんないから、気持ちの問題かみたいな、それぐらいの感覚でいいと思います。なのでほとんど変わってないですよって話なんですよね。減薬して半年経ったので、別に私焦ってるわけじゃないんですけど、半分の半分ってね、できるんですかね、4分の1錠とかってあるのか分かんないですけど、そうなるのか、例えば2日に1回しか飲まないとかね、そういう選択になるのかっていうのはちょっと主治医の先生に聞いてみないと分かんないですけど、ちょっとそのね、弾薬に向けてというか、薬を飲まなくても、普通に生活できるような、状態に、できればね、できればしたいので、お医者さんと話し合いながらですね、どうなっていくのかっていうのは、またね、その皆さんに経過を報告していきたいなというふうに思ってます。一応その半年ごとにぐらいでいいのかなと思ってるんで、また半年後ですね、次の半年後はいつかな、6月とか7月とかになるんですかね、その時に減薬して1年が経ちましたっていう動画を上げるのか、弾薬しましたっていう動画になるのか、それともまた薬が増えましたっていう動画になるのか、分かりませんけども、その時にまた、報告させていただきたいなというふうに思います。本当にね、借金の返済は計画的にとかっていう CM もありますけど、本当にそれと同じような感覚でですね、弾薬っていうのもね、めちゃめちゃ計画的にやらなきゃいけないものなんですね。もう焦ると 100% 失敗するので、もう本当にもし皆さんも減薬とか弾薬に挑戦したいなって思ってる方はですね、自分でやらずに主治医の先生と相談してですね、主治医の先生の意見をこう参考にしながら、そして尊重しながら、一緒にやっていっていただけるといいなというふうに思います。今回はこんな感じでありがとうございました。